ホテルが一番楽しみにしてるんで、部屋とも2人部屋。違います。だから海鮮なんて、夢に出てくるぐらい。そっちのほか。うまこれ。でも多分遅いよね。流行りの乗り遅れてる感じに。だって年末にはですね。3杯クレマグです。おはようございます。エアです。アスミです。はい。ということで、私たち北海道に行くんですね。来た、嬉しい。もう1週間来てるよ。来てる。結構急いでるんですよ。もろもろね、その手配とかもなんですけれども、行くご飯屋さんとかそういう手配を私たち一度もしたことがなくて、今までマネージャーさんに全てお願いをしてたんですね。なんですけど、この際もう自分たちでやんねっていう感じです。そんなやったことない。予約の電話とかもしないの。あ、そうなんだ。しない。やってもらう。やってもらうか、あのネットで予約できるとか。あ、いつもやっちゃうから。いや、逆にネットが無理。もうめんどくさいから電話ちゃいますけど、今回自分たちが行きたいお店だったりとかご飯屋さんを今日はアポ取りしていきたいと思います。頑張りましょう。はい、まあ、ちょっとウランが戻ってくるまでにうちらもできること増やしたいので、アポ取りもできるようになっちゃうよ。あー、なるほどね、はい、今からいろんなお店に迷惑電話の方が。それではやっていきましょう。せーの、マグネ。まあ行きたいお店は何個か結構ピックアップしてくれてて、あさみさんが。で、そこのお店電話をしていきたいと思います。私は今ね、北海道のラーメンを調べてます。メイが行きたいのは海鮮系の居酒屋とか行きたい。行きたいね。私は味噌ラーメンを食べようかなって思ってたんですね。なんですけど、ちょっと味噌ラーメンじゃないな、やっぱ醤油がかっちゃうかもしれない。どうしよう。うわ、ウランとか絶対食いたいやん。私とウランはラーメンが大好きなので、よく食べに行きます。辛味噌とか絶対大当たり。でもさ、思うんだけどさ、正直居酒屋ってさ、ご飯めっちゃ美味しいじゃん、うん、だから別に居酒屋行っても酒飲まなくてもいいんだよ。ご飯メイン、いや、飲まなくてもいいんだよじゃん。飲め。全然飲まなくていいんだよ。ちょっと一回電話してみますね。いや、居酒屋。じゃあ電話しますよ。あ、初めてのアポ取り。てかさ、この時間居酒屋ってやってるのかな。電話とかして。確かに。言われる。攻めるよ。別にあとカップラーメン紹介してもらっていいですか、私に。でもやってないんじゃね、居酒屋。今回のこの動画、ボツです。やってないよ。やってるわけがねえよな。ね。でも第一希望は今電話して居酒屋に行きたかったのね。うんうんうん、3個ぐらい候補出してんだけど。うん、でも大体夕方ぐらいだよな。魚介とポークのうま味シーフードヌードル。ああ、ちょっと違うかもしれないな。ああ、違うかも。味噌、味噌。カップヌードルで高タンパク低糖質カップヌードル。ああ、ちょっと保留で。あ、なしで。なし。なし。なし。死んじゃう、こってりなんか食べたら。ああ、保留で。なしで。てか、なんかカップ麺、ちゃんと消費してあるのを受ける。え、そうなの。食べさせられてる。そうなの。スミレあります。スミレで。スミレ、はい。ねえ、居酒屋やってないよ。ちょっとやラーメン屋出ました。いいよ。どうする、めっちゃ頑固おやじだったら。やばいそれ。やばいね、それは。でも予約とかってあんのかな、こうやって。はい、スタッフです。予約取りたいんですけど。予約とかは受け止まってないんですよね。実際に当日来ていただいて、はい、形にあ、なるほど。あの、YouTube 撮影を食べる際にしたいんですけど、それって可能ですかね。あ、少々お待ちいただけますか。はい。あ、もしもし。はい。撮影の方は全然構わないんですよ。はい。周りのお客さんとか、うちの人に言ってもらえると。あ、わかりました、はい。はい、ありがとうございます。ちょっと他のものに変わります。はい。他のもの。阿部ちゃんが一番頑張ってる。初めてのアポ取り。確かに。どうでしょう。あ、すいません。ありがとうございます。かしこまりました。すいません。かしこまりました。急にかしこまりました。変なとこを略すな。かしこまりした。多分ラーメン屋のあれ、あの感じが映っちゃったんだよ。かしこまりした。どうでしたか。おお。オッケーでした。オッケーでーす。イエーイ。その都度言っていただければっていう感じで優しいですね。ラーメン屋獲得です。じゃあ私第二候補の居酒屋さん。居酒屋諦めたの。阿部ちゃんが見つけてくれたところなんですけど、うん、ここは今営業時間中なんで。次んとこやばい。ここもう出なかったら居酒屋アポ取れない。あ、
つなぎしておりますのでお待ちください。すみません、4名で個室で予約したいんですけれども。やばい、居酒屋の予約が取れないです。3つ探したんだけど、うん、2個出なくて、うん、もう1個空いてないってことなんで。人気なんだね。ね、だって結構先じゃない、ね、割と人気なとこ取られたな。やばいやばい、くそ。あとここも行きたいの、見て、魚料理屋さん、海鮮とかもある。うわー、魚美味しそう。うまそう。4名で予約したいんですけれども。じゃあ行って空いてたらっていう感じ。 YouTube の撮影ってしても大丈夫ですかね。あ、はい、ありがとうございます。他のものにちょっと変わっても大丈夫ですか。お願いします。まあ、他のものって言ってんじゃねえか。なんて言えばいいか。成功ですね。でも、うん、でも結構あれなんだね、厳しくないんだね。うん、だしあんま予約とかないんだね。うん、あ、これさ、でも結構並びそう。確かに土日は結構満杯だし。このお店なんですけど、はい、今責任者いないらしくて、はい、そういう確認は本社にいらっしゃるみたいで、ちょっと難しいですね。なるほど、はい、じゃあ、で、まあ、後日ちょっと企画書送ってっていう形ですかね。すごい、企画書だって。私たちが探してた店もう出尽くしました。居酒屋が一軒も取れないっていう。居酒屋が一番多かったもんね。そうそうそう、普通にでも考えてもらったね。この時間にさ、予約取れるわけないよね。まあでも一軒は、まあそうだね。あとその行きたいスーパー市場とかは行こう。行ってお土産もいっぱい買って、そう、裏に行けます。あとホテルで食べたりとか、うん、そういうのも撮りたいなって思います。楽しみだね。てか、ね、そう、北海道の絵はあれを調べようと思ってたんだって。うん、4度。え、4度って寒いよ。だって今日20度だよ。しかも雪だって。寒そう。なんかもうあったかいの慣れちゃったから。普通な寒いの考えられない。え、7度とかさ、6度って結構寒い。え、寒いよ絶対。嘘、雪とか積もってんのかな。どうなん、積もってそう、ね、うわー、ずっとジャージに行きたい。え、ずっとジャージのつもりだったもんね。ジャージダメなの。ジャージダメ。阿部ちゃんの私服一回だけさ、チブ、うん、のポップアップで見たことあるじゃん。ああ、確かに。可愛い系の私服、うんうんうん、だそういうので来てくださいって言って。あ、そうなんだ。そう、じゃあ阿部ちゃんだけ教えて。私ジャージクロックスで行くね。楽しみ、ちょっとホテルが楽しみかも。わかる、ね、なんかエアと二人部屋です。そう、今回喜んで、LINE してきました。そう、エアとめっちゃ喜んで、エアちゃん、こいつが大喜び。エアと二人部屋、嬉しい、ハートハートする。あ、お前誰って言って返しました。でも楽しみだね。ね、楽しみ。北海道、北海道はでっかい道だからね。ラーメンできました。あ、先バシって言われてるの。ついでくる。久しぶりの北海道だから。1年ちょいぶりか。そんな1年も経つっけ。経つ経つ。てかダメだこれ、超重いとか絶対無理。超大盛りだし無理です。やーめた。こちらこだわりガイアを使ったナチュラルポテト、うま塩味。最近私歯痛くてスムージー飲んでるって言ってたじゃん。で、今日も飲んだよね、うんうん、で、なんか意外といけるかもって思って、ちょっと痛みに慣れてきたっていうのがあって。意外といけるかもっていうのは、その食事、うん、って思ってケーキあったから冷蔵庫に、うんうん、食べてみたらいけた。バカが。ケーキは食事じゃねえ。なできるこれ。できるよ。まあさ、せめてお粥とかさ、うん、食え。まあケーキってさ、柔らかいじゃん、うん、スイーツ系って基本、うんうん、だからそういうのはいけんだなって思う。だからシュークリーム食った。何やって。ケーキとシュークリーム。甘党がすぎるこの人。そう、やばい。でもちょっと慣れてきたから、なんか意外といけそう。これ以降は。じゃあ北海道とか結構バクバクいきそう。多分いける。てかなんか今回珍しいなって思ったのが、あさみさんあんまり甘いものピックアップしてこなかったことにびっくりした。海鮮系が多かったね。うん、てかいつもこういう旅行とか行くときに店を探してくれるのってウランじゃん。確かに。そう、うちらはなんか、あ、いいねいいねみたいな言うがかりになってる。ちょっと大変さが分かりました。うん、ありがとうございます。あとあれやめようね、あのホテル行く前とかさ、
コンビニ寄るじゃん、あの大量買いやめよう。いつもウランがストップかけてくれる。沖縄の時も本当にやばかったよね。スーパーだけあれ、例えばだって2週間滞在するんじゃないかくらいの量だったよね。冷蔵庫もパンパンだったし、なんか買っちゃうんだよ。わかる、旅行とか行って食べれると思ってた。そうそうそう。てかさ、前北海道さ行った時さ、キツネ見たよね。うん、コンビニの駐車場にキツネいたの。見た、初めて見て。野生のキツネ可愛かった。可愛かった。しかもちょっと近づいてきてくれた。うん、毛もふもふだったし。てか今日ね、うん、夢でエアが出たの。一緒に家を出たの、メイとエアが。うん、したんだ。エアが朝帰り。違う違う違う、普通に家を出て、そして A があ、ちょっと待ってって言って家の中戻ってった、うん、で全然戻ってこないから、うん、メイがエアの様子を見に行ったんだよ、うん、そしたらエアがなんかジップロックに入った肉じゃがをなんかめちゃくちゃ調理してて、何してんのっていう夢を見た。だからこいつなんか今日 LINE で、エア昨日肉じゃが食べたって送ってきたんですよ。私に食べてないよって、肉じゃが臭かったって言ったんですよ。無視。え、返して。そう、びっくり。夢は見たから、そういう。なるほどね。そうそうそう、食べてないっす。夢にまで出てきてダメなっていう。いや、好きなの。違う違う、だって違うよ、寝る前にエアのこと考えてない。あ、いや絶対そうだな、同じ部屋だしなって思って、エアのこと夢に。うん、違う、エアが結構なんか予想以上に私のことを思ってて困ります。思ってねえよ。困ります。でも出てくるときない？ある。あるよね、うん、クレマグが。そう、あるあるある。しかもなんかクレマグが夢に出てくると、あの夢か現実かわかんないですよ。そう思う、それ。ね、うん、ウランとかよく出てくる。うん、わかる。すぐ出演したがるから。映りたがり。そう、映りたがり。エアはね、今日刺された夢。うわ、メイもこの前見たよ。が、くさ、くさ。知らない人？うん、知らない人。でも夢の中で無敵だから、うん、必死にこうやってなんかやめろよみたいな、こんなことしてる。怖かったな。ストレスで、ね、刺されるホテルさ、ついてるといいの、マッサージね。いつもうちらやるんですよ、そう、マッサージ。2人でマッサージを受けてスッキリするっていうのが日課だよ、うん、必ずやってる、うん、もしついてたらそれも回そうね。てか、まあ、回すの、回されるいつも裏を回してくれてるホテルのさ、うん、朝食ビュッフェってあるじゃん、うん、あれ好きなんだけどさ、うん、朝マジ起きれなくて全然行けないの、うん、だからホテルうちらさ撮影で泊まっても行くのウランだけどでメイはもう絶対行かないの分かってるから、うん、ウランもエアを誘うんだけど、うん、でエアもあ行く行くって前日言ってるのに、なんか朝になってちょっと多分だるくなってウランだけ行くっていう現象で、ウランがビュッフェついて写真撮ってエアに送ってくるの、うん、エアの好きそうな和食いっぱいあるよみたいな、誘い込むの。そうそうそう、美味しそうみたいな、迷うなみたいな、おいでよみたいな、で麺の分も食べてうちで、行くか迷うなみたいな、ずっと悩んだけって急に言われた。絶対来ないって思ったんですよ。諦めたね、それは。っていうのがね、私たちあるあるなんですよ。そう、本当にバラバラだよね、なんか、うん、マジでそう。だってそれこそ旧クレマグハウスの時とかも、うん、最初は3人でみんなで朝昼夜食べてたけど、後々裏1人でリビング食べたり、そうそうそう、エアがのそのそやってきて1人で食べたりとかね、うん、バラバラだったね。てか昨日ね、ママから LINE 来て、メイの小学生のランドセルをなんかちっちゃくしてくれる、うん、そういうサービスっていうかあるらしくて、うん、ランドセルを送ったら、うん、ちっちゃめサイズにして送るてくれたの、うん、そう、見て、かわいい、いや、すごい、すごいでしょ。きっと誰もが6年間一番触れた場所で、なんかね、オルゴール付きすごいで、旅立ちの日には流れになって、え、いいの、すごいでしょ、うん、マジで優しいって思った方がいいよ、自分のお母さん。うん、エアなんてもうないよ、捨てられたからね。へぇ、でもエアも捨てそうじゃん、子供に。いや、だからこういうのを見てていいなと思う。ちゃんと一つ一つを大切にしてる親ってすごくいいなって思うからこそ、エアもし自分の子供ができたらこういう風にしてあげたい。ランドセルとかも捨てないで、そうやってちっちゃくできるんだったらちっちゃくしてとか。かわいいそれ、これ、うん、めっちゃいいじゃん。あるんだと思って、まあ確かに6年間も使ってたからね。ね、ランドセル、ランドセルってすごいよ、耐久性良くない？えぐい、あんだけ強化してたからめっちゃ重いのに、うん、
いや、エアはね、あの小学卒業して中学になった時のカバンの重さにびっくりした。バカ重くね。確かに重い。肩取れるかと思ったもん、ね、本当に重いよね、うん、でもだんだん慣れてくんだよね。そう、あの重さに、うん、迷彩。中学生、高校生の時にさ、うん、革のすくばにめっちゃ憧れてた。なんかさ、今ってさ、斜め掛けの、うんうん、なんかうちらが3人でお揃いで買ってこういうやつね、なんか流行ってるじゃん、うんうん。でもメイが中高の時はまだそのスクバをこうリュックみたいに背負うのがちょっとイケてるみたいな感じの時だったから、わかる、めっちゃ憧れてた。それ時代だったよね。そう、それ中学校の時はもう決まってたから、うん、バッグが指定で、だからできなかったけど、高校入ってからそれ買ったもん。めっちゃわかる、ね、多分それそうだよ、時代だよ、時代だよ、うん、今何入ってんだよ、もう違うかな。これじゃない、それそれこそ、うん、だってこれめっちゃ見るもん、嘘、学生で持ってる人、やっぱこれなんじゃない、今ブームが。制服とかもだからさ、着こなし方全然さ、流行り違うじゃん、うん、何履いてた？靴下とか長さとか。靴下は紺。どんくらいなの？紺くらい。長すぎない、こことかじゃない、紺くらいのやつ。ローファー？ローファー、うん、でかさ、今ってスニーカーじゃない？スニーカー、ね、だし、スカート短い方がイケてるっていうのもさ、うん、変わってきてるよね。変わってる。うちらの時は短ければ短い方がいいみたいな、ね、あったよね。ある。でも今はなんかもうほんとちょうどいいぐらいの、そうそうそう、膝上ぐらいになってるとか、ちょうど膝ぐらい、ね、変わってるよ、時代って。いや、変わってる、マジで。あのさ、バッグってさ、教科書入んなくない？え、入んない、入った。え、入んない？A4 ぐらい入る。へぇ、入るんだ。意外と大きい。あと、メイ、中学校の時はネクタイの結び目、でかければでかいほどいい。A はネクタイじゃなかったんだけど、 A の学校の近く男子校があったのね、うん、そこは短ければ短いほどいけてるみたいな感じで、太くてでしょ、うん、で、なんかもうネクタイのこの下の方が長いの、こっちが短すぎて。あ、そういうこと？そう。で、ここにカーディガンとかベスト着て、うんうん、見えないんだけど、うんうん、短いの、うん、ここがめっちゃでかい、うん、変わってんだよ、だん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 ちゃんと元通りになってきてるよ、うん、でも今ルーズソックス流行ってるよね。流行ってる、ね、ディズニー行った時に思った。そう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 。あとなんだろうね、これから流行るものって。だから制服じゃなくても今流行ってるものってない？食べ物とかって何流行ってない？なんだろうね、なんかどんどんついていけなくなってる、ね、やばいよ、ね、だからなんかアンケートとかでさ、うん、流行りのものを教えてくださいとか言うとマジわかんなくない？わかんない、わかんない、出てこないのかって。だって TikTok とかフレンチブルドッグばっかだよ、犬のばっかり、うん、人狼ゲームはやってた、学生の頃。やってないの？うん、やってる人いた？いない。え、やってた？めっちゃやってたよ、クラスみんなで。うん、10人ぐらいで。やば、昼休み毎回やってた。楽しそう。なんかその課金してる人がいると役職が増えるのね、うんうん、でそのめっちゃいっぱい役職あるやつで10人ぐらいでやつ、うんうん、それってさ、勝ち残った人、うん、でなんかあんの勝負みたいな？ないよ、イエーイ。学生の遊び、学生だから楽しそう。あれは学校にピザ頼むとか？いや、それやったことない。やっぱないよね、ない。いやもうない。てか、なんかウーバーとかなかった？あー、メイ高校生の時あったのかもしれないけど、うん、全然知らなくて存在、うんうん、だからやったことない。でも楽しそうじゃない？やりたいね、うん、あのコソコソ隠れて、そう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 、出前取りに行ってる感じ、うん、青春だなって思う。ストーブで焼きマシュマロはしたみたいな。マシュマロと焼けんの？焼けんの。ほんとに？ほんとほんと。すごっ！焼けんの焼けんの。ほんまにやばい。学校でやんな。てか。やってた。ピザパーティーしたいね。うん。てか普通にピザ食べたいんだよね。今？うん。いやー、ラーメン。でも北海道で食べるじゃん。うん。え、そのさ、店さ、うん、ラーメン以外もあるの？多分なんだろう。とか、ピザはクリスピーの、え、わかる。カルビなんとかが。高麗カルビ。うん。めっちゃわかる。クリスピーってガチうまくない？もうぐわっくうまい。なんかさ、今までそのピザを頼むときにクリスピーっていう考えがなかったの、うんうん、絶対パン生地みたいな、うん、クリスピーガチうまい。いや、クリスピーの方が結構食べれるよね、量、うん、そうそうそう、薄いから、ね、うん、あ、いっぱいあるわ。うそ、うん、あ、うまそう。あさみさんも食べられる。うちら今から裏の家に行くんですよ、実は。そう、ちょっとお届け物しにね。そう、裏さんに会いに行くんです。そうなんで。元気かな？裸で待ってるわって LINE 来たから、楽しみすぎて、うん、裸になってる。絶対裸にしてよ。絶対に出せる。はい、ということでですね、無事、まあ、ラーメン屋さん許可取りできました。やったー。まあ行きたかった居酒屋さんたちはこの時間っていうのもあって予約が取れなかったんですよ。まず電話が出れなくてね。なんでそこはお願いしましょう。そうしましょう。お願いします。お願いします。北海道楽しんでいきたいと思います。
そしてウランさんにもね大量の生もの、ね、そうだって冷凍だからさ、そうそうそう食べれるじゃん、うん、だからウランさんに食べたいものとか事前に聞いといて市場で買って郵送もしてあげたいと思います。イエーイ、まあ、悔いのないように楽しみましょう。楽しみましょう、うん、なんかうちらちょっとこの1週間ぐらいあんまちゃんと食べれてないんで、そう本当にそう、だから北海道で爆発させようと。はい、そうしましょうね。あさみさんに関しては北海道すっごい楽しみにしてて、ホテルで一番楽しみにしてるんで、レアとも2人レア、だから海鮮なんて、そっちの他なんで、なんでまあ部屋で楽しませれるように私も頑張りたいと思います。ということで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。みんな見てくれてありがとう。北海道の動画お楽しみに。めちゃめちゃ寒かった。